で即興演奏してくれるのがアドリブの演奏です。で、合奏する場合はもう作曲したものを、一緒に合わせながら弾いていくような現代風の演奏です。で、続いて青森の民謡、リンボウ節と、津軽ジンクとリンボウ節という曲を2曲続けて弾いていただきたいと思います。
演奏したんですけども、古いことを学ぶだけではなくてですね、皆さんでこう和楽器で遊んだりいろんなことがしてもらえたら面白いと思いますので、何か機会がありました。今日は体験レッスンもありますので、ちょうど三味線触ってみたい方、三味線触ってみたい方、あとで、ぜひ三味線弾いてみてください。難しいけどね、でも楽しいから。